おやおや、なんとも綺麗な箱がありますよ。植物が書いてあるんでしょうかね。まるで宝石箱みたいですね。一体何を入れていたんでしょう。不思議だな。もっと詳しく知りたいな。そうだ、学芸員さんに聞いてみよう。こんにちは、南蛮先生。こんにちは。この箱は一体どういう箱なんですか？はい、こちらはですね、南蛮先生と同じ名前を持っているんです。実は南蛮漆器と呼ばれる、漆器たちの仲間なんですけども、見ていただくと黒漆で塗られていて、金の蒔絵でお花がたくさん描かれてますよね。そうですね、はい、これは実は桃山時代のものなんですが、今から400年ぐらい前、日本で作られて南蛮先生のふるさとヨーロッパに輸出されていたものなんです。そんなに古いものだったんですか？しかも海外に輸出されていたなんて驚きですね。はい、ヨーロッパには漆がないんですね。なので日本で作られたこの漆器、ヨーロッパではとても珍しいということでもてはやされたんです。南蛮先生見てください、黒にこの金の輝き。素晴らしい。確かに私のふるさとにはなかった色合いですよ。ここでヨーロッパの皆さんは日本のこの漆器をとてもめでてくださいまして、それに応えてたくさんの漆器が作られて、桃山時代から江戸時代にかけてヨーロッパに旅立っていきました。なるほど。でもこれなら人気になるのもわかりますね。はい、で皆さんに使っていただけるように、ヨーロッパの皆さんに使っていただけるように、形はヨーロッパの物の形にしてるんです。これ日本であまり見ない形ですよね、南蛮先生。そうですね、はい、私が歩いた中にはなかった形です。ですよね。でもヨーロッパに行くとたくさんありましたでしょ。そうですね、はい、お城なんかにたくさんある。それでヨーロッパ風の、筆という、お筆の筆と書くんですが、窯筆という形に日本の材料と、技術で作って、ヨーロッパの皆さんが使いやすいように作ったものなんです。なるほど、いろんな工夫が凝らしてあるんですね、はい、キラキラしているのは一体何なんですか？はい、これは金の粉なんです。金の粉を漆でつけています。で、模様として描いているんですね。なるほど、ここは何だと思いますか？なんだかいろんな色に光り輝いてとっても綺麗ですよ。これは貝の中の綺麗にキラキラ輝いている部分、そこを薄くして、これもまた漆でつけているんです。貝を薄く削るなんてびっくりな技術ですね。で、この貝の輝きや金の輝き、それから、漆のツヤ、ピカピカした感じをとてもヨーロッパの人たちは愛してくださって、なんと昔のこと、日本、ヨーロッパでは、こういう漆器のことをジャパンと呼んでいました。なるほど、まさに日本とヨーロッパの合体した作品なんですね。Barretta sopra orelha cinta, vermelha banha apertada, ao alto firmo pampilho quando o novilho foge à manada.